桃香&冬樹秘密基地潜入でやります。タママギロロにモアも加わり活発になってきた正体。その動きを察知した冬樹は桃香と一緒にケロロの部屋へと突入した。その時部屋にあった不審な冷蔵庫の扉が開き、超空間移動のゲートが突如出現。二人は中へと吸い込まれてしまったのであった。ここはどこだろう。出られるんでしょうか。そんなことより、もしかしてこのまま行くと道に迷って二人きりコース。迷い迷ってやがてか弱い私は冬木くんの腕の中で。あ、看板、ようこそ秘密基地へ。やっぱりここタマちゃんたちが作ったんですね。うん、矢印の通りに進めば迷わないね。これじゃ道に迷って二人っきりコースにならねえじゃねえかよ。ん？何か音が。宇宙番犬ロボアンドロメディアンハスキー登場。なんだ？うわあ！ふゆきくん！どりゃ！アンドロメディアンハスキー、沈黙。宇宙番犬ロボアンドロメディアンハスキー、それは凶悪な見かけに似合わぬ貧弱なパワーと派手に作動する自爆装置でヒーローごっこに夢中のちびっ子たちに大人気のロボットなのだ。仕方ない、俺が出る。まずい、グッソーさんの心が僕から離れてしまうです。ほう、ここは僕にお任せです。敵の詳細すらわからんレーダーを設置するとは。僕らだって分かってなかったんだね。今回冬木くんとくっつきまくり、桃花幸せです。でかしたぞ玉子。今年も冬樹をリゾートに招待した桃香、前回よりもさらに余計なのが増えてしまい、ときめきツアー大作戦は再び危機に陥った。冬樹と二人だけのバカンスをゲットするため、桃香は秘策を用意する。すごい、これが海ですか。お水がいっぱい入ってます。小雪ちゃん、水泳は得意？後でビーチバレーもしようね。夏美ちゃんとバカンス嬉しいな。だってなんで余計なのまで。勘弁してくれよ、まったくよ。ももっち、みんないっぱいで楽しいです。おい卵、これのどこが楽しいんだよ。冬樹くんと全然二人っきりになれねえじゃねえか。こうなったら
女どもを一人一人潰していくしかねえな。焦るな、モモガ。チャンスは必ず巡ってくる。おい、タマコ、てめえも手伝いな。わー、心なしかドキドキしてきたです。あの女もどさくさで、めった打ちにしてやるです。よし、じゃあ行くぞ。目指せ楽園、二人だけのラブラブビーチだ。こら、勝ちには変わりないでござるが、自業自得でござるな。爆誕、新西沢桃花裏でやります。冬樹と仲良くなりたくても勇気の出せない桃花は、タママの胎児養成マシンで根性を鍛えようと試みた。回転が超高速まで上がった時、落雷が発生し、桃花と裏桃花が分裂。専属護衛団を全滅させた後、裏桃花はケロン軍基地へと向かうのであった。高く、もっと高く。シンクロ、相変わらずバカやってんな。桃花殿、それでもお前ら侵略者か。侵略者なら侵略者らしく地球征服してみやがれ。それはその、いろいろと都合があって明日にでも取り掛かろうかと。隊長のお前がそんな根性なしだから、いつまでたっても侵略が進まねえんだ。ごめんなさい。これから地球侵略の指揮は俺が取る。おい、地球侵略ってのはどれぐらい進んでるんだ。どれぐらい進んでるか聞いてんだよ。進んでません。そんなことだろうと思った。おいおい、んだよ。ももちの中の凶悪な部分だけが分裂して出てきたんです。凶悪な部分だけ。こうなったらいいなと思うばっかで、自分からは何の行動も起こさねえ。ほんと根性のねえ奴らだ。これじゃまるで
さあ決めてもらうか。そのヘボガエルについていくか、俺についていくか。清めよ。ももか今最高に幸せです。やめて。やっと来たか。遅いんだよ。おい、ここに来たからにはそんだけの覚悟決めてんだろうな。やっぱりあなた。こうなったらいいなと思うばっかで、自分からは何の行動も起こさねえ。分かったよ。お前がその気なら、俺が正真正銘の西澤桃香になってやる。なんで避けないんだ、根性なしのくせに。私のこと嫌い？私はあなたが好き。私のできないことができるから。だからあなたが西澤桃香の方がいいのかも。バカ言ってんじゃねえ。俺だってできねえよ、一番肝心なことは。っていうか、お前がやんなきゃ意味ないだろ。お前がちゃんとやれれば俺は消えた方がいいんだ。いえ、消えるのなら私が。俺だ。僕はどっちも西澤さんだと思うけどな。どっちかが消えちゃうと西澤さんじゃなくなる気がするんだけど。戻ろう、前みたい。あんまりだらしねえと出てきてやるからな。元の体に戻る方法は心と体の動きを同調させること。それはまさにシンクロ。ケロロとギロロの動きに合わせるモモカとウラモモカ、動きは次第にシンクロし始める。冬木くん、瞬間2人の体が光り始め、2人のモモカは再び一つになった。よかったね、西澤さん。冬木くん、お願い、力を貸して。ほら、根性見せてみろ。私、冬木くんのことが。なんで俺たちまで合体するんだ。大が元に戻してほしいであります。なんだっけ。
ず。死闘第三次雪合戦でやります。1年分の地球侵略予算の約半分を投じた超大作、気象予報兵器ひまわり。残念ながら侵略には未だ使いこなせていない。冬樹にガンプラ買い出しの約束を破られたケロロは激怒。懲らしめのために雪を降らせ、冬樹たちを銀世界へと放り込むのであったが。おかえり冬樹だな。本日は一緒にお出かけの約束の日であります。持ってろよデンドロビウム。今日はやめとこう。そうね、やめとこう。なに今日の寒さシャレになんないんだよ。もう少し暖かくなったらね。嘘つき裏切り者。今度っていつよ。何時何分ペコポのどこ。そうやってはぐらかす気なのね。そういうつもりなら我が輩には新たなペコポの支配者として君たちを更生させる義務があるのであります。ああ、なんだなんだ、部屋が一面の銀世界。冬樹くん、西沢さん、どうしてここに。私もケロちゃんにお呼ばれしたんです。行くに決まってんだろ。夏美ちゃん、面白そうだったから小雪も来たよ。小雪ちゃん、三郎先輩まで。一体何企んでんのよボケガエル。ちょっとくらいの寒さで音を上げる情けない君たちを我が輩が鍛えてくれてやろうというわけであります。なんですって。冗談じゃないわ。なんであんたに。逃げた。まあ夏美ちゃん、ただ寒いのは嫌だけど僕らには楽しむ義務がある。バイサブロ。雪があれば話は別ね。それじゃあまたみんなでやりますか雪合戦。
我が輩の趣旨が。懲らしめてやるつもりが。懲らしめるどころか、エンジョイツアー化しとるやないや。温泉光線混浴大作戦でやります。商店街の福引きで見事豪華温泉旅行を当てた冬樹。普段のくじ運のなさからママも夏美も喜んでくれるが、実は福引きは桃香が仕組んだものだった。必要人数より1枚多いチケットを渡しておき、桃香があれこれ手を使って無事冬樹に誘ってもらえたのだが、あずまやさんと約束しちゃったの。姉ちゃん、僕西沢さんと。なーに、総力を上げて断固阻止。温泉は俺のもんだ。ややこしいことになったみたいね。でも譲れないよ、ラブラブ温泉が待ってんだから。小雪ちゃんからだ。ちょうどよかったわ。小雪ちゃん、携帯持ってたっけ？もしもし、やっぱり温泉行けなくなっちゃったのよ。悪いけど他の人を誘ってね。へえ、そういうことするんだ。それならこっちも。よっしゃ、うまくいったぜ。こんなことしていいのかな。うるせえな、こういうのは俺に任せときゃいいんだよ。でもやっぱり。桃花様はお忙しいお方だ。大変です、桃花様。こんばんは。急用でお断りしようと思って。そうだ、東谷先輩を誘うといいですよ。見事な変装術、東谷小雪とやら侮れぬ相手ですな。ポール、日向家に直行だ。温泉旅行は絶対俺のもんだ。いやいこらてめえ、俺の邪魔はさせねえぞ。先にズルしようとしたのはそっちでしょ。こっちこそ私と夏美ちゃんの間を邪魔させないよ。どうやらガチで決めるしかねえようだな。渡さねえぞ。それは俺が冬樹くんにあげたもんだ。絶対俺が冬樹くんと温泉に行くんだ。うわー、チケットが破れた。あ、やっちゃった。ごめんなさい。喧嘩両成敗、争いはろくな結果を生まぬものでござる。チケットは万が一のためすり替えておいたでござる。さ、いかがいたそうか。お譲りしますわ。もう私も。あらあら、みんな揃ってどうしたの。なるほど、じゃあ
追加予約していきましょうよ。せっかく西澤さんがきっかけをくれたんですもんね。お母様、桃花、幸せです。あの、お疲れ様でした。私も楽しかったです。この調子で冬木くんもゲットといくか。おい